こんにちは、キキです。母ちゃんです。今日は掃除です。はい、野菜室と冷凍庫を整理整頓していきます。めっちゃ汚い映像が映ると思うので覚悟して見てください。よろしくお願いします。で、今回ね、整理整頓するのにあるものを買ったんです。あるものってもうあるんですけど、これなんですけど、パール金属っていう会社のこれ、野菜室冷凍庫室内をすっきり収納っていうか、これこれをね、1、2、3、4つ買いました。1、2、3、4。ちょっと細いのは、3つ買いました。これはね、スリムはね、4つ。あ、4つだ。これも4つ買った。気球映んないよ。はい。で、これは上のあのさ、ヤクルトとかちっちゃい飲み物入れようかなと思って、ヤクルトちゃんを入れます。はい、アレンジフリーっていう洗面台用の買っちゃったんだけど、これはサイズ的に問題なさそうなので使ってきます。よし、じゃあやっていくか。開けていい？うん、あ、じゃあまず開けようか。じゃあこれ全部開けたら、この中身を出していこうか。って言っても明日からちょっと出かけるので、冷蔵庫の中が結構すっからかんだから、こんなに量はないんだけども、その中身を出して整理していこうと思います。なんか頬と目が揉めれる。かたしてかたしてね、最初親指突っ込んだ方が早いって。さすがプロですね。ケチは整理整頓好きですか？好きだよ。自分のは大変だから、あんま、でもカブトムシのためにしてあげる。学校の机きれいにしてんの？きれいにしてるけど、海苔とか入ってる方には種も入ってる。朝顔もそのまま。そうだよ。え、そのまま入れてんの？いや、違う。あと1個。ギギはカブトムシ大好き。昆虫の本今3つ持ってる。カエルの本借りてきた時びっくりしたの。パパ、カエル大好きなんで。なんかこんな分厚い2キロ以上ある。もっとこんぐらい。え、もうこんなあるっけ？測ってみたら 2.3 キロあったんだけど、あんな大きいの持って帰ってきてさ、もう笑っちゃったよね。途中まで迎え行ったんだよね、その日確か。そしたらさ、すんごい疲れた顔してて、母ちゃんって言ってるから、どうしたのと思ったらね、あの手提げが重かったんだよね、そのカエルの本で。はい、酒。まずは酒。ちょっと待って、酒はないんですよ、我が家は。野菜室からいきます。下、そう、一番下ちょっと汚いので要注意。これをちょっと一個ずつ出していこう。まずで、出したら拭きます。あ、ゴム来た。ざるってきます。はい、ちょっと一旦ざるかす。じゃあここで食べてていいよ、洗って。いちごシロップ。はい、なし。これって何なん？これはグラニュー糖、お砂糖。うまい。そう、うまい。うまい。あ、これ片栗粉。たけのこ。しいたけ。にんじん。玉ねぎ。玉ねぎの皮。ゴミです。じゃがいも。しいたけパウダー。椎茸パウダー。なん、これキノコ。これは砂糖。天才の。はい、全部出したね。じゃあちょっとめっちゃ汚な。うまい。え？うまい。はい、今日はキウイ食べてます。母ちゃん拭いてます。キウイ。キキは何もしてません。ちょっとして。ゴーが今食ってます。何で妖怪なの？キュウリ妖怪さ。ね、じゃがいもで本当にポテトって作れんの？そうだよ。じゃがいもで作ってんの。え、じゃがいもをその形に切って揚げてんの？そう。それで完成？そう。え、今度作っていい？いいよ。
キキ、ほぼ1回ちょうだい。ほそ。ね、キキ、1回。あと、大きいの2個。入るかな。1個でいいんじゃない。じゃあ、この3つに仕分けして、その中身入れていこうかな。野菜、野菜ここに。あ、なんかゴミ降ってきた。じゃがーいも野菜、はい、入れてください。野菜って書けば、まあ、キーペンで。キーでね。キーキがやる。うん。あとに玉ねぎゴミ。はいはいはい。にんじんちゃん。ピーマンちゃん。ピーマン。こっちがしいたけちゃん。しいたけ。しいたけ嫌いバナナ。できるだけこうパッと見て分かるように入れたいんだよね。あ、これはここだみたいな。はい、塩ちゃん。そう。もう邪魔すんだったら、まあ、楽しいないよ。ちょっと待って、そうよい。なんでこう映っちゃダメなの。映ってるじゃん。え、すっきり。冷凍庫行こうか。バーン。なんか結構詰め込んでますね。バーン。魚で。あとこれは冷たいです。みんな買って座ってみてください。サバちゃん。サバ。炊き込みご飯ちゃん。ご飯。たらこちゃん。たらこ。わかんない。サラダなんだけど。キャベツちゃん。ネギちゃん、ネギ、油ちゃん、油ちゃん、牛脂、はい、食パン、食パン、はい、ブリー、1、2、3、4、5、6、はい、これ、これは照り焼きチキンの、肉まんです、肉まん、サケサケサケ。しらす、はい、コーン、コーン、長焼き、はい、氷枕、氷枕、氷枕、色違いを2つ、氷枕、あと1つだ、あと1つ、まだある、氷枕、じゃあ生地拭いていい？いいよ。アルコールを中にやりました。ぴったり。はい。いい柔らか枕。お肉。お肉。パン粉か。はい。パン。はい。パンパンパン。ハンバーグ。うん、エビはこっち入れて、やばい、溶けちゃいそう、ブリサバ酒、ここでいいね、ちょっとの余裕ができた、よし、じゃあ戻すか、はい、はい、こっちか、OK、どうだ、いいね、3、2、1、これね、結構いつも奥でぎゅうぎゅうになってたからいいね。どこに何があるか分かるから取り出しやすくていいね。これネギって分かるんですか。分かるっしょ。急遽変更します。ね、改良してこうなりました。ちょっと買い置きもだいぶ少なかったわ。こんなもんしかなかった。で、よく飲むのがヤクルトだから、ヤクルト前に置こうか。これは奥、うん、こんな感じで冷蔵庫ぶっ込みます。
掃除の動画を撮ってから数日後です。これが動画の中でやってたやつなんだけど、やっぱちょっとここが低めで倒れやすくてね、ヤクルトが使い勝手があまりよろしくなくて、結局ダイソーでこのケースをね2つ買い足しました。これはめちゃくちゃいいです。こんな感じ、こういう系はすぐゴロゴロ倒れちゃうから、こういうのがあるとすごく便利だし取り出しやすくていい感じです。こういうトレイも本当ダイソーでいろいろ揃うから、時間があればダイソーで見るのが一番いいなとコスト的にね思いました。ということで、終わりました。はい、今日のノルマ終了です。パン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 、もう一回パンパン、どう？終わりました。すごい、結構綺麗になった。見てみたい。そこはね、何も変わってないんだ。そこはそこでちょっとまた後日ね、そこはそこで汚いんだよ、うん、アイスがすごいから。はい、お掃除お疲れ様でした。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 かちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバイ。バイバイ、また見てね。バイバイ。なんかチャーハン食べたくなっちゃった。